こんにちは、ビーすけです。ということで始まりましたレゴの新作をチェックしようのコーナーでございまして、本日はレゴウィンタービレッジシリーズの2022年の新作セットが正式発表されましたのでチェックしていきたいと思います。まずはウィンタービレッジシリーズについて簡単に説明したいと思います。クリスマス向けのセットとして毎年一つのセットが発売されていて、2009年から続く人気シリーズになります。今までに13セットも発売されていて、サンタクロースやトナカイ、雪が積もった建物など、クリスマスの雰囲気がとってもよく表現されているめちゃくちゃ素敵なシリーズです。そんなウィンタービレッジシリーズの2022年の新作セットがこちらになります。10308クリスマスの街、パーツ数は1514、価格はレゴ公式で12,980円、2022年10月7日発売予定になっています。ちなみにレゴ公式オンラインショップの VIP メンバーは10月3日から購入できるようになるそうです。楽器屋とおもちゃ屋さんになります2階建ての建物が2棟と、路面電車とその停留所のセットになります。今までのウィンタービレッジシリーズは建物が1つだけのセットが多かったんですが、今回は楽器店とおもちゃ屋さんの2棟のそれぞれ独立した建物がモデルになっています。大きなクリスマスツリーもしっかりと付属しています。そして今回は建物だけではなくて、これですよ、これレトロ感漂う路面電車までついてきちゃうということで、このセットのねピース数は1514ピースになります。なんとね、このセットはシリーズを通じて最多ピース数にもなるんですよね。いやー、めちゃくちゃ素敵なセットだと思います。まずは楽器店とおもちゃ屋さんから見ていきましょう。どちらも可愛らしい外観で、ウィンタービレッジではおなじみの屋根や窓、道端などに雪が積もった表現をレゴで見事に再現しています。さらにはクリスマス用の装飾がいろんなところにね施されていて、ほんと素敵ですし、この1階部分のウィンドウディスプレイから見える陳列された商品がまた最高に雰囲気が出てると思います。建物の内部を見てみましょう。1階部分はそれぞれの店舗になっていますね。所狭しと商品が陳列されていますし、ちゃんとデザインの異なるレジカウンターも設置されています。このドラムのセットですが、少ないパーツでよく再現されていますよね。そして2階部分になりますね。こちらは居住スペースになるのかなって思います。楽器店の方はダイニングスペースで、おもちゃ屋さんの方は子供部屋になりますね。こちらにも小さいサイズですが、クリスマスツリーが置かれています。そして個人的にはね、このセットで一番心惹かれています、こちらの路面電車を見ていきましょう。いやー、めちゃくちゃ素敵だと思います。今までにも路面電車といいますか、ヨーロッパの街中を走行しているトラムがね付属したセットは発売されていたんですが、今回のようなレトロなデザインのトラムは初めてになるんじゃないかなって思います。全体的なデザインも素敵なんですが、このね外側に向いたね座席の配置なんかもいい感じですよね。しかも今回のこの路面電車はレゴトレインで採用されています6ポッチ幅のレールを走行できるモデルになってるんですよね。このセット自体には線路のパーツは付属していないんですが、このようにね線路の上を走行可能な画像も公開されています。しかもこれだけではなくてですね、こちらも別売りにはなってしまうんですが、パワーアップファンクションシリーズのモーターやライトでカスタマイズすれば、専用のコントローラーで自動走行させることもできちゃうということです。路面電車のねここの部分にモーターを組み込む感じなんですよね。いやー、これはね手持ちのモーターやね線路をね利用してぜひね走らせたいですね。めちゃくちゃ素敵だと思います。このセットに関して1点ね気になっていることもありまして、このシリーズのほとんどのセットにはボタンを押すことでピカッと光るライトブリックがね採用されているんですが、今回のセットには付属してなさそうなんですよね。贅沢になっちゃうんですけども、楽器屋もしくはねおもちゃ屋さんの店内をウィンドウディスプレイ越しにね光らせることができたらさらに素敵だなって思いました。付属するミニフィグは6体で、路面電車の運転手、買い物するお客さんが2体、手紙を送る子供、楽器店、おもちゃ屋さんの店主がそれぞれ1体付属しています。この買い物したバッグなんですが、少ないパーツで表現されています。とても素敵だと思います。ちなみに日本のレゴ公式オンラインショップでは、2022年に発売されたセットと2021年に発売されたセットをまだ購入することができますので、概要欄に URL を貼っておきます。ぜひ一緒にチェックしてみてください。はい、ということでウィンタービレッジシリーズの2022年の新作セット、クリスマスの街をチェックしました。いやー、もう僕はね買うか買わないかというと買います。なんといってもこの路面電車がねめちゃくちゃ魅力的で、これ間違いなくあのシリーズとの相性抜群だと思います。ちょっとね画像を重ねてみてね、その相性を確かめたいと思います。いきますよ。はい、どうですかね。いやー、購入確定です。
ということで本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後の購入の参考になれば幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。